キャンプの連中に無視されるから逆に観察してたんだ。みんなホセを倒そうと躍起になってる。なのに互いに協力もしないし作戦も立てない。僕はホセを知ってる。奴を倒すにはまず空を取り戻さなきゃ。奴の対空砲を破壊すれば撃墜されることもない。レーダーバンカーを潰してやれば追跡もされなくなる。僕ができるのは戦略を練ることだけ。パパのためにも。ありがとうダニー、頑張ってくれ。気をつけて。いいね、仕留めた。どうも。ダニー、間もなく物資が投下される。先回りして俺たちのために手に入れてくれ。ありがとう。
コンピューターだ。ハッキングの腕試しと行くか。くそ、カメラね。ヤーラの回線はクソ遅いね。行こう。
ねえ、レーダーは破壊したよ。何、君がいてくれて本当に助かる。ホセの心臓にナイフを突き立てるときは僕の分も頼むよ。スス洞窟に来てくれ。洞窟にいるの？キャンプを追い出されたとか？いや、それはまだだ。いいから来てくれ、緊急事態だ。医療関係の、いや、医療テクノロジー関係か。ワイヤートラップがある。注意して進もう。アディオス。エンジンがか。どこにいるの？エスペランサに来て、今すぐ。分かったよ、すぐに向かう。デイジー、今日は俺に協力してくれるのか？ヒーロー、上だ。記念すべき日だぞ。紹介するよ、俺の愛しのディーゼルデイジーだ。ガソリンを飲ませれば軽油が出てきて、泡と混ぜればナパームができる。そう、あのナパームだぜ。宝石に火をつけてやろうぜ、宇宙から見えるくらいに。バルブを開いて動かしてみろ。優しくね。彼女は人見知りするんだ。上昇してる。他でも頼む。やってるよ。いいぞ、どんどんやめ。俺のデイジーちゃんが熱くなってきてる。頭大丈夫？デイジーがついに切れた。ヒーロー、修理に必要な部品を集めてくれ。まずいるのが石油プラットフォームにしかない特殊な回路基板。これは楽勝だろう。だがもう一つ必要なものがある。
あれは俺が昔行ってたワニ牧場で見つかるはずだ。写真を送っとく。フランス風に言えばピッツァ・デ・レジスタンス、いわゆるメインディッシュってやつを探してくれ。それとチョリソーがお前に懐いてきたみたいだな。あいつから慕われるとは、さすがヒーローだ。でも心変わりされないよう気をつけろよ。じゃあヒーロー、一緒にマジックを作り出そうぜ。元気そうだな、ダニね。
検問所だ。気をつけて。教えてよ、何を探せばいいの？ワニの頭だよ、着ぐるみみたいに被るやつ。絶対に欠かせない。聞かなきゃよかった。だな。さ、やることやれ。アディオス。ミリーはワニの頭をどうするつもりなの？クララ、フィリーに石油リグの部品を頼まれた。ちょうどいい。じゃあリベルタードのために石油も確保して。爆発させないようにね。最後の一滴まで貴重だから。了解。いいね、仕留めた。やつら本気だね。
石油リグに着いた。何を探すんだっけ。回路基板だよ。いろんなものがくっついた金属板で。丁寧な説明どうも。せかして悪いが、デイジーが待ってるぞ。この子は待つのが嫌いでね。このバルブでオイルを抜けば爆発を防げる。はっ。警報を壊そう。全部揃ったよ、ビリー。ワニの頭は？もちろんワニの頭も。一生恩に着るよ。いや、デジの。こっちだ。情報は？お前足は速いか。間もなく物資が投下される。先に着いたやつのものになるんだ。ありがとね。アレハンドルは逃げた方が身のため。調子は？
よし、頼まれたものを作業台に置こう。フィリー、どうした？持ってきた。なんでデイジーに爆弾なんか。愛するものを傷つけなきゃならない時もある。だがまずはナパームを作ってもらうがね。さあ修理するぞ。ワニの頭で？ああ、フィリーマジックを高める。いい子だデイジー、愛してる。デイジーに指一本触れさせるな。すぐ行く。
あれじゃ爆弾に当たって吹っ飛んじゃう。ならそうしてやる。嘘だろ。俺はトラックを出す。ディーゼルデイジーは頼む。汚い兵士どもに触らせるなよ。お別れのキスをしてやってくれ。ったく。チョリソン、来て。フィリー、終わった。デイジーは言うな。あのままのデイジーを覚えておきたいんだ。お前を気に入っていつも褒めちぎってたぞ。ああ、そうなの。無駄死になんかじゃない。ナンガロンもの甘くて熱い恵みをもたらしてくれたんだから、その恵みをホセに浴びせてドロドロに溶かしてやるんだ。デイジーにも見せてやりたかった。ええ、デイジーのことは気の毒だった。何言ってんだあんた。